長い人だよ。そっかそっか。まあ、でまずすごい喋るでしょ、あなた。いや喋るの、そんなもんだみんな求めてないもん。だって私もやったよ、今日内房にのりやさんって言ったみんな 髪型いっぱいいじられてます。髪型そうやばい、一応乗せといボーンしてる、ボーンしてるよ。今これが分かるのはあなたの YouTube だけYouTube のために今からやるみたいな、ね、この豪華なメンバーちょっとサポーターの皆さん、本日はお暑い中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。この後のお時間はピッチから選手たちの声をお届けします。それではピッチの浅井さん、お願いします。はい、お待たせしました、皆さん暑い中大丈夫ですか？水分いっぱい取れなかったですね。平川さんの言いたいことを楽しんでいただきたいと思います。さあ、ここからは私の内容をご紹介します。森脇選手です、よろしくお願いします。いやー、いいかなと思ったんですけどね。
地で集まるような場所でもあるので、みんなね、このコロナが大変だと思いますけど、人楽しみできるように盛り上げていきたいなと思います。今日頑張ってください。一言、こんにちは。今日は暑い中、平川さんの引退試合にお越しいただきありがとうございます。ちょっとネットの方でポロッとなんか出てましたけど、レッツで頑張ります。ちょっとマークは厳しめだと思うんですよ。
マッチングアップしてて、ね、いいところを、ね、そうですね。私に皆さんが見たいのは小野さんから平さんへの試合みたい。今日は走ります。もう1ヶ月以上禁止の体も落ちてて、体重も落としたと思います。皆さん楽しみにしてください。はい、今日決められ、今日も楽しみにしてください。ありがとうございます。いやー、つなぐ姿の表情で、まさに君サッカー選手なんだ。絶対言うまだサッカー選手なんだ。ちょっとまずいな。ちょっとこれひどいこと覚えてない。大事故って言うんだよ。大丈夫、なんかよくわからないお笑いの人が来てて、浅井さんとやってるみたいな感じ。本当にだと思う。浅井さんよかったらな。全然 OK。 あと陰口は陰で言ってね。ありがとうございます。 OK、 またお願いします。試合頑張って。 OK。 小野さん、こちらです。やばい、マジでテンパった。レジェンドすごいもん、オーラが。しかもね、このマスク、ちょっと中がね、なんていうの、このちょっと布っぽいので、喋ってたら鼻と口に絡まるのよ。トゥーさん、いつも目合わなかったですね。え、トゥーさんと目合わなかったですね。合わなかった、マジで。ちょっとね、試合中は 目合わせていきたいなと思うんで、お願いします。ちょっと頑張りますよ。ぜっす。誘ってんじゃねえよ。みんな今日来てくれてありがとうございます。あ、そこから、あと現役もいるし、あの楽しんで勝とう。14個目のタイトル欲しいです。行くぞ。よっしゃ、平さんお願いします。よっしゃ、行こう。はい、つぼちゃん、レッツゴーレッツゴー。はい、心臓頼んだよ。レッツゴー心臓さん、レッツゴー。行こうか、レッツゴー、行こうぜ。しゅーちゃん頼んだよ。レッツゴー。はい、オッケー、頼むよ。おい、マイキー頼むぞ、行こう。いい、へいへいへい、トゥーさん行こう。レッツゴー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 。いや、来たよ、スタジアム入場。もうね、雰囲気やばい、もうえげつない、いい音楽で。いや、久しぶりの前、昔やってた戦ってのメンバーとボール蹴ると、やっぱ幸せだったよね。楽しそうでしたね。めっちゃ楽しかった。もうね、ピッチで何回楽しい、楽しいって言ったことが、もうずっと楽しかった。ケータさん、あー隠れちゃった。ケータさん、ちょっと一緒に。ケータさん、ケータさん、もうレジェンド級のレジェンド。嫌がられた。まあちょっとね、試合もね、5分出れるんで、楽しんでくるんで、いいといて、そう、怪我しちゃダメ。とにかく気合十分でいくよ。やるよ、勝つよ。いきます。行ってくるね。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。5分だけ出させてもらえた。ナイスアシスト。アシストしたね。よかった。マジでね、一回タッチライン出るかなと思ったけど、出ずに。よかった。見てた？見ました、見ました。今シーズン初アシストじゃない？はい。来たよ、来たよ、皆さん、拍手をお願いします。皆さん、キラさんの14個目のタイトルです。皆さん、大いに盛り上がっていきますよ。いきますか、キラさん、おめでとうございます。お
お疲れ様です。皆さん誘ってんじゃん TV です。皆さん誘ってんじゃん TV です。今度にもぜひお願いします。呼んでください。お願いします。凌介すごい雰囲気だね。もうすごいね平さん。もういいよ本当にこの雰囲気はね。なかなかでもちょっとねめちゃくちゃ楽しめた。幸せや。すごかったね。もうまたちょっとゆっくり。本当ですか岡野さん。嬉しい。もうまたお疲れ様でした。よろしくお願いします。なんかあった時は本当に素晴らしかった。嬉しいです。ありがとうございます。やっぱ声もそうですね。俺ちょっと 酒焼けだったな。最後スペシャルゲストに平さんに来てもらいました。お疲れ様です。平さんありがとうございます。どうでした、やってみて。いやー、まあ、90分で持つか本当心配だったけど、うん、まあ、みんなのサポートもあって、まあ、90分持ちました、うん、はい、いや本当にね平さん、僕外から見てても平さんキレッキレだなと思って。本当になんか綺麗じゃないけど、ね、動けてる感じがあったんで、だいぶ絞ったんやなっていう。だいぶ絞ったけどね。でじゃあもうちょっとボール蹴ったり動いたり。ああそうね。走ったりはもう毎日やったけど、ただやっぱサッカーできないから。ああそっか、フルコートとかで。あそう、リフティングしたりボール回しぐらいはしたけど、だから、17日に4日前ぐらいに大原で中2と試合して、やって、まあ、それやったの大きかったかな。確かにね、間挟んで、うん、じゃあ今日はもう怪我なく、もうすべて怪我ないね、一回削られたけど。ああ確かに削られて、ちょっと危ないようなね、シーンだったけど、ね、なんとか無事じゃ、うん、やっぱああいう風に子供たち来ないと、ね、うん、確かにね、真剣勝負の中でね。もう楽しかったし、ありがとうございます。これからはじゃあ平さん、今後はもうレッツの監督目指してっていうところの。そうだね、まあ、うん、レッツの監督というか、まあ、指導者で監督目指しながら、うん、まあ、タイミング合えばね、もちろんやりたいけど、うん、まあ、とにかく今日はね、みんなにレッツ、強いレッツ戻してくれって言って、うん、まあ、でもね、今非常にいいサッカーやってるし、うん、あのリカルドね、あの非常にいいサッカーやってるから、まあ、そういうところでもね、学びつつ、うん、あの自分ができることをね、あの協力しつつ、あまた強いレッツ作れたらいいなと思います。じゃあもうこれからのレッツは平さん大注目してもいいっていう。注目でしょ。ああすごい、平さんもいるしね。俺もいるし、ね、私ね。じゃあ注目していただきたい。了解しました。平さん本当今日めちゃくちゃ森脇も感動しました。いやいや、最後に森脇の今日の仕事ぶりはどうでした？いや全然、もうね、ピッチ外の森の存在感、ガヤがね、ガヤが、あれでね、やっぱ助かったね。いや、もっといい声出したかったんですけど、申し訳ないですよ、さん。いやいや、もうね、分かってるよ、本当みんなのつかみどころ。じゃあ、うざくはなかったって感じですか。あとね、本当疲れてる時に、森がやってくれて、福岡が頻繁にピピーって動いたから、ね、ナイスナイスナイス。あ、時間稼ぎとしてね、時間稼ぎとしてね、マジ確かにね。いや、平さん、本当、長い現役生活、お疲れ様でした。いや、これインターンも2年半前です。2年半前で、確かそうですね、引退試合が今日だったっていう。いや皆さん最高でしょ、平さんの笑顔、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます、平さん。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、平さんのスマイルすごい、ほんと。あの、森脇も、引退試合出させてもらって、あの、5分ぐらいしかプレーできなかったんですけど、本当に楽しかったです。そしてここの駒場もたまんない。もう本当にね、サポーターの方も温かく迎えてくれて、もっともっと森脇現役頑張りたいなと、やっぱり試合に出てね、活躍したいなというふうに思いました。皆さんこれからもね、森脇亮太の応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。